さあ今日は8月25日。まだまだ夏休みは終わらない。夏休み最後のアクティビティ。今日はあそこへ向かっております。到着しました。そう、ここは、としま、あれ嘘でしょ、事前予約制。嘘。どうした、としまえん、事前予約制だって。行くだけ行ってみようか。しまった。ちょっと聞いてみようか。すいません。予約をしてないと入れないですか？入れない。そうだよね。やってしまった。みんな、父ちゃんビッグミステイクしちまったよ。事前予約しないといけないんだったよ。父ちゃん大失敗してしまった。事前チケット予約し忘れた。今から急遽空いているか調べてみよう。チェケラ。大逆転。なんと、ギリギリ予約取れたぜ。イエーイ。ラッキーやおー。よかったね。なんとか当日でチケットが取れました。葵さん、遊園地行けてよかったね。よかったね。よかったね。イエーイ。イエーイ。ちょっと焦った。ラッキー。よーし。豊島へ入ります。はい、ありがとう。行こう。さあ、94年の歴史、最後に遊ばせてもらいます。豊島園。僕が中学生の頃から何度も遊びに来た遊園地、豊島園。ついにこの8月31日で閉園になってしまいます。最後に来れてよかった。90年ぐらい歴史がある一番古いメリーゴーランド。多分ね、これに乗るのが大事なんだよね、豊島園はね。確か日本で一番古いのか、世界で一番古い木製のメリーゴーランド。さあ今日は遊び尽くすぞ。フライングパイレット、俺も乗りたい。乗ってみる。乗ってみよう、パイレット。さあでは早速、一発目はフライングパイレットだ。海賊船に乗ります。顔大丈夫か。フライングパイレット、これだ。こんなでかい海賊船、大丈夫？みんな乗れる？青怖い？さあこの景色も全てが最後になります。さあ海賊たちよ、荒波に揉まれるがよい。今ね、こんなにガラガラで乗せてくれます。おい、どうした、怖い、ビビリング。いやー、乗れるよ。いけるの？乗ったことあんの。ほんと？あるよ。ビビってんじゃないの、ほんと。じゃあ楽しみましょう、うん、ダメなやつがここにいる。さあ海賊船に乗り込むぞ。ドキ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 。小鳥さん、始まりますよ。大丈夫だよ。ライブパイレットコースを。こうします。ちょっと気持ち悪い。次はトロイカ。チェケラ。続きましてはトロイカです。ブルンブルン回るやつです。俺大丈夫かな、気持ち悪くなっちゃいそうだな。この乗り物も俺が中学生の時からあるぜ。すごいね。まだすごいね。30年以上前からあるんだよこれ。動き出したよ小鳥さん。
ばいやばい、これダメ、トンちゃん気持ち悪い、やばい、トンちゃんこういう回転系無理だわ、もう無理、俺もこういう回転系無理。アメリカ生まれのライド、フリュームライド、1970年ですよ。行ってみましょう。ようやく順番が見えてきましたね。さあ、ついに順番来ました。フリュームライド1時間ぐらい並んだかな。楽しみだ。やっほー、やっほー、ことレッツゴー、レッツゴー、やっほー、ルフー、まずは上に上がるぞ。スピードやばい、スピードやばい、うわー、激流だ、激流だ、よし、オッケー、横に向け、よし、オッケー、ジャングルを行くぞ、青い、ついに来たぞ。もっとまたビビり始めた。到着、楽しかった。ご飯にしましょうか、小鳥さん。ランチタイム、ランチタイム。何が一番面白かった？うわーって回るやつ。あの水の中のさ、ジェットコースターみたいのも面白くなかった？あれ結構一番小鳥はしゃいでたと思うよ。次はね、空中ブランコ乗りたい。ぐるぐる回るやつ。お母ちゃんお尻入るかな。上回ります。デカから、手のひらサイズの唐揚げ、デカから。初代パイレーツはもう動いてないですね、小鳥さん。もう先にお休みしてるみたいです。ちゃんと狙って撃て、やっつけろ、青やっつけろ。父ちゃん、父ちゃん、あれ知ってる？ミラーハウス、行ってみよう。おー、さあ、それでは潜入してみましょう。ミラーゾーンへやってまいりました。母ちゃんがいっぱいいる、こんなにいっぱいいらない。一人でも手こずってんのにこんなにか。あ、誰かいる。あれあれ、ここが本物だと思ってた今、係こっちだ。やった、無事脱出、てってれー。ミラーハウスでした。涼しかったね、ここに。葵さん、コークスクリュー挑戦してみましょうか。頑張れよ。来た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 、落ちろー。これをクリアできればお前はまた一つ大人になれる。チンコボーイから大人チンコボーイになれるんだ。いいか、バカ息子が。さあ、ついに順番が来ましたよ。よし、乗り込め乗り込め、頑張れ二人とも。行ってきます。おお、どうだった？めっちゃ楽しかった。ドキドキした？泣いた。いや、一瞬だったね。どうだった？ほっぺが痛い。ほっぺが痛い？こう、でも使った。さあ、うん、落ちるかと思った。楽しかったね。もう一回やる？やだ。今日最後の乗り物行きましょうか。うん、ありだよ。 OK、 じゃあ最後まで思いっきり楽しみましょうか。うん、ナッチ、ヤス、ミ、さあ行こう。さあ行ってみましょう。ウェーブスインガー。さあ順番来ましたよ、小鳥さん。行くぞ、ウェーブスインガー。いや、気持ちよかったね。うん、うん、小鳥さん、うん、涼しくなってきてよかったね。この遊園地はさ、俺が中学生の時から来てた遊園地なんだ。そしてこの8月31日でこの遊園地終わりになっちゃうんだって。ちょっと寂しいね。まあでも楽しめた？楽しめた。楽しめた。この遊園地自体がね、ものすごい老朽化が進んでて結構厳しいんだってさ。また来ようねっていうのはもう言えないんだ、これが最後。豊島園ありがとうだね、小鳥。さて小鳥さん、やってきましたミステリーゾーン。
60分待ちだってよ。1時間待ち。はい。ミステリーゾーン最後に乗りたかったけど、ちょっとね1時間待ちなのでもう諦めたいと思います。ちっちゃい時はこれが本当に怖かった。バイバイミステリーゾーン。バイバイ豊島園、ありがとう。ここ豊島園は僕が中学2年生の時に初めて女の子のナンパに挑戦した遊園地でした。そして散々たる失敗をして泣きながら帰った、そんな思い出の遊園地です。あれから30数年立派にナンパできる大人になりました。ありがとう豊島園、バイ。さよなら豊島園。 Dude, that father is 10 年permed